これドラマの料理の監修をしたのが「えー、ミシュラン三つ星」のフレンチ「寒天ン,ンスのシェフの岸田修造と当時2019年だったかなミシュラン初登場で二つ星という画期的な店だったイヌアという店のシェフのトーマス・フレーベルこの2人が監修してました、まあ、この番組放送の時点ではこの岸田修造と、えー、トーマス・フレーベルはもう明らかに東京のツートップっていう。 感じでしたねそしてこの岸田修造の方がグランメイン東京の料理を監修しトーマス・フレベルがライバルの尾上菊之助がやってるガクといいう店の料理を監修していましてまたこのドラマ「はミシュランガイド」も本当に全面的にバックアップしていて、まあ、料理界がここまでこぞってあのバックアップしたドラマっていうのは過去に例がないと思いますなのでもう料理の描写が半端なくて料理そのものについては文句なく過去最高のドラマでしたしかも物語としてもあのかなり面白かった飽きさせない優れたドラマだったと思います。